クラス92電車は、マレーシアのマレーシア鉄道公社が、KTM コミューター向けに運行する交流型電車で、ある。2010年より製造が開始され、2012年3月8日に運行を開始した。クラス92電車は、増発による車両の補充、及び先に登場したクラス81、クラス82、クラス83電車のうち初期に製造された車両を、 置き換える目的で開発された。プロダクトデザインはデジロ ML やスイス国鉄ラベ511系電車を手掛けたドイツのトライヒャンデザインに ag によって行われ、マレーシアのトラをイメージしたものとなっている。製造は中華人民共和国の中国南社集団のグループ企業であるカブス電力記者によるもので38編成製造をされ、 2011年末よりマレーシアへ輸送を行った。車体はアルミニウム合金製で、両開き三3扉のプラグドアを装備し、編成は 4M2T の6両編成である。座席配置はセミクロスシートとなっており、防犯カメラ3品式電源コンセントが追加装備された。また、編成中間にあたる34号車は終日女性専用車両となっている。 案内設備として車端部に LED 式案内表示器が用いられ、扉上には現在位置と行き先が点灯する。路線図が扉付近のスタンションポールには液晶ディスプレイ式の表示設備が設置されている。空調設備は熱帯地域での運用を考慮し、換気、除湿機能を備えている。電装部品は大部分が中国でシーメンスの子会社によって製造されたが、 一部の部品の製造はドイツのシーメンスの工場によって行われた。終電装置として2号車、5号車にシングルアーム式のパンタグラフが搭載されている。ただし、日本で近年採用されている前方から見た場合 T 字型となる形状のものとは異なり、終電船を支持する上枠が分岐し、前方から見た場合 Y 字型に見える形状のものとなっている。基本的に、 KTM コミューター内のラワンマイナススレンバン路線、及びバトケーブスポートクラン路線での運用となる。ただし、イスラム教におけるラマダーンの終了を祝うハリライアップアサによる帰省ラッシュなど祝祭期間には KTM インターシティ、KTM エレクトリックトレインサービスなどの路線でも走行することがある。本系列は本来2011年12月に最も早く。 製造された編成が運行開始する予定であったが、製造の遅れにより運行開始日が2012年3月8日までずれ込む形となった。ありがとうございます。